銃規制アメリカ合衆国の銃規制アメリカ合衆国の銃規制ではアメリカ合衆国における下記所有の規制事項を記す。ご信用として開発されたコルトベストポケットの広告子供にも銃の使い方を教えるべきだとするウィンチェスターモデル1906の広告規律ある民兵は自由な国家の安全にとって必要であるから人民が武器を保有しまた携帯する権利は これを犯してはならない。アメリカ合衆国憲法修正第二条本条項がアメリカにおける、この武装権を民兵を組織するための州の権利であって個人に住所地を認めたものではないとしてみる集団的権利説と個人が武装する権利であるとしてみる個人的権利説がある。2008年7月合衆国最高裁判所は 個人的権利説を採用する判決を示した。権利焦点は1787年に制定された憲法には国家の統治の形態や方法だけしか規定がなく国家や国家権力と市民の関係に関する規定がないことを問題提起されて1789年に制定されたものであり修正第1条第10条の規定は標準的な解釈で読解すれば 国家や国家権力に対する市民の権利である。アメリカ合衆国では、すべての拳銃が登録されており、犯罪者の迅速な逮捕が可能だと思われるが、実際には、製造から100年以上経っている銃や、所持してから50年以上経っている銃、所持者が死亡してから10年以上経っている銃は、ガンスミスを通さず、何の申請や許可も、必要なしに上と、販売が可能である。また、 上記の銃を譲渡、販売し、犯罪が起きた場合は、前の持ち主が警察に取り調べを受けることになる。犯人が見つからない、または誰に売ったか覚えていないという場合は、前の持ち主が罪を着させられることがあるので、銃を他人に譲渡する場合に売り主は、その事実を警察に届け、データベースに記録される必要がある。また譲渡が第三者によって確認される、 ガンショップに売り払うことが推奨されている。ライフルは州によって登録の有無が決まっており、登録の必要がなければ買ったその日に持ち帰りが可能という州も存在する。ちなみに、ライフルは18歳以上、拳銃は21歳以上から購入ができる。これは連邦法で決まっており、所持が可能かは州によって様々である。強盗が一番恐れる銃と記された。 トンプソンサブマシンガンの広告開拓時代から民間人も自衛のため武装するのは常識であった。1930年代に規制されるまで短期間銃も強盗対策用として民間に販売されていたためギャングなどの犯罪組織も容易に武器を入手できた。対策として郵便公社観察局などでは武装職員に短期間銃や大型拳銃を配布し対抗していた。 特に禁止法時代には法執行機関とギャング双方がトンプソンサブマシンガンで銃撃戦を行うなど市街地でも強力な銃器による犯罪が発生するようになった。またトンプソンサブマシンガンでは車両に対して貫通力が不足するとして軍用自動小銃であるブローニング M1918 自動小銃の民間向けモデルが法執行機関や 銀行警備員に販売されるなど自衛を名目に強力な銃器が流通する状況が続いていた。個人の住所時としては狩猟用のライフルなどが中心であったが、1970年代には自衛用に開発された小型拳銃も増加した。同時期に殺人件数も増え、殺人の大部分が銃によるものであった。1980年代後半から、 銃規制運動が高まり始め、1993年にブレーディ拳銃管理法が制定された。法の名は、1981年のレーガン大統領暗殺未遂事件で負傷し、半身不遂となった大統領補佐官ジェームズ・ブレーディにちなむ。内容は、販売店に銃の購入者の身元調査機関を定め、重罪の前科がある者、精神病者、麻薬中毒者、 未成年者などへの販売を禁止するものである。ブレーディ法は販売店に対する規制に過ぎず、傾向、所持などについては、州法が規制する。個人所有の銃を規制する州は多いが、禁止する州はない。ブレーディ法の成立後、銃の所持率と殺人は共に低下したが、その原因を銃規制に求めるかどうかについては、なお国内で議論が戦わされている。連邦法としては、 他に、半自動小銃の販売を禁止する10年間の次元立法、アサルトウェポン規制法が、ストックトン銃乱射事件などを受けて1994年に成立したが、2004年に更新されず、執行した。地方法としては、カリフォルニア州で市民の自動小銃、機関銃保有を禁じた、ストックトン条例が知られている。条例レベルでは、 シカゴ市では許可制であるものの許可されることはなく、事実上禁止の状態であったが、2010年6月28日に憲法違反であるという司法判断が下されている。家を間違えて、敷地内に入った16歳の日本人留学生を撃ち殺した男性が無罪となった1992年のバトン・ルージュ氏の日本人留学生射殺事件を受け、日本でも、 アメリカの銃規制問題に関心が集まり、日本側からアメリカに対し銃規制を求める声が上がった。2013年に発生したサンディフック小学校銃乱射事件を受けて、ニューヨーク州、コロラド州、コネディカット州が銃規制強化したが、事件後1年間にアメリカの学校内で発生した銃乱射事件は25件を数えた。現在、個人所有の銃が 約2億7000万兆。銃が原因の死亡者数は毎年3万1000人前後となっている。2013年5月7日、アメリカ合衆国司法省が過去20年間の銃犯罪を調査したところ、2011年の銃による殺人は1993年から39%減少し、死亡に至らなかった事件の件数も69%減少するなど、 現在のアメリカの銃犯罪は減少傾向にある。一方で、ピューリサーチセンターによるアメリカの世論調査では、国民の約56%が銃犯罪が増加していると回答するなど、実態と人々の体感にズレが出ている。2013年9月14日、銃の所持と殺人の間には、確実な統計的関連性があるとする研究報告が、 米国医師会雑誌に発表された。研究は30年間、全米50州を対象に行われたもので、銃の所持率が1%上がるごとに、殺人率が0.9%上がるとされている。全米ライフル協会は、銃の所持について、自己防衛を理由に挙げている。しかし、非営利団体バイオレンスポリシーセンターによると、2012年のアメリカにおける銃絡みの事件では、 正当防衛が259件だったのに対し、殺人は32倍の8342件となっており、個人が保有する銃が自己防衛のために使用されることは滅多にないとする調査結果を発表している。なお、この調査では自殺や誤射は含まれていない。店舗に貼られたバンイリオッツ・ノット・ガンズのポスター自動式拳銃をオープンキャリーにしたまま店内にいる。 男性自動式拳銃をオープンキャリーにしたまま屋外にいる男性連邦制を取るアメリカにおいては州によってその法律が異なるため、本校では州ごとに規制事項を簡潔に示す。規制がある場合はイエス。規制がない場合はノーと記される。したがって規制が厳しい州ほどイエスが多くなり、緩い州ほどノーが多くなる。 火器によると記載される場合は特定の種類の火器については何らかの規制、措置が取られている場合。N、A と記載される場合は、規制が不明。ただし、各州の銃器関連法は、毎年のように改正になっており、米国内の情報でも1年古いと当てにならないと言われているので注意が必要。超銃とは、ライフルやショットガンなど大型の銃を指す。 主に狩猟やスポーツを目的とする。ロンゴンの最短重心はライフルで16インチ、ショットガンで18インチと規制されている。ただし、全長が26インチ以上ならば、重心長が18インチ以下でも合法的に所持できる。例として、レミントンのタック -14 やモスバーグから販売されている、ショックウェーブ。重心長は14インチで、 ピストルグリップだが全長が26.37インチで、かつ最初からピストルグリップが付いた状態で販売するため、SBS にはならない重心を切り詰めたショットガンなどは所有するだけで犯罪になる。拳銃は片手で操作可能な小型の銃を刺す。主に自己防衛、護身を目的とする。ストックが付くと論文とみなされるため、拳銃にストックを付けると、 最短16インチの重心の規定を満たさない、ライフルとみなされ、所持するだけで犯罪になる。しかし今日では、ピストルスタビライジングブレースというものが、各社から AR ピストル用や AK ピストル用に、あくまで腕で支えるための補助具として販売されている。ただし、あくまでピストル扱いのため、ハンドガードレールにフォアグリップなどは付けられない。一般的に、長銃は狩猟。 スポーツといったレクリエーション目的で販売、使用されるため、自己防衛、護身を目的とし、携帯性の高い小型拳銃よりも規制が緩い、傾向にある。また法律は、州単位で定められているとはいえ、都市部を管轄する、地方自治体やその死刑によって、条例等で、さらなる規制がかけられている場合が多い。一般的に、都市部の規制は郊外に比べ厳しい。州による、 許可ステートパーミット2ーパーチェス、州から許可をもらわなければ、武器を購入できないのか否か。ただし、所持許可がそのまま購入許可になる場合もあるので、一概には言えない。書記登録、ファイルオームレジストレーション、書記を所有している旨を報告し、それを公式に登録しなければならないか否か。ただし審査を経た上で発行される、許可証及び免許証を書記登録とみなしている場合も、 あるため本校が脳回答になっているからといって規制が有利ということにはならない。アサルトウェポン法アサルトウェポンド、大型ライフルなど殺傷能力が高く、護身用というより、むしろ攻撃用武器に属する銃の所有に関しての規制や特別法の有無。免許オーナーライセンス、銃を所有するのに適切なライセンスの保持が必要か否か。携帯許可、キャリーパーミッツ。 銃を携帯するのに許可証などが必要か否か。ただしケースに入れた場合、装填している場合、自動車の場合、歩行の場合など、非常に細分化された項目であるため詳細は、州の公式サイト等を参照されたい。連邦法により、各州、市、軍、連邦で公式に認められた警察官が警察官の身分証明書とバッジを携帯している場合は、 携帯方式の遺憾を問わず、全米50州内での10の携帯が認められている。携帯許可は、州発行の免許なので効力は、基本的に発行州内に限られる。ただし、各州がそれぞれ相互認知をしていて、例えば、ネバダ州発行の携帯免許を所有している者は、他の24州でも合法に携帯することができる。同様に、相互認知している他州の携帯免許所持者は、 ネバダ州内で合法に銃器を携帯することができる。銃の携帯は基本的にの二つに分けられるが、書き表にはオープンキャリーとカンシールドキャリーの別での情報は表示されていない。現在、多くの州ではオープンキャリーは免許不要でカンシールドキャリーには要免許の規定が取られている州が大半であるが、約半数の州は公共の場における。 オープンキャリーも禁止している。なお、オープンキャリー、カンシールドキャリーいずれの場合にも、ローデットとアンロダドとの区別があり、違反した場合には1項目ずつ罪が加算される。例えば規制のある州で、カバンの中に弾を、装填済みで州に未登録の銃を所持して、道を歩いていたとすると、1キャリングローデットファイローム、2キャリングカンシールドウェーポン、 サンパゼッシングアンレジスタードファイロームのそれぞれ3項目の別々の罪状で訴追される可能性がある。カリフォルニア州では車のグラブボックスでも同様の罪になるが自動車内を私有地内とみなすか公共の場とみなすかは各州法でまちまちである。また、州の携帯免許を所持していても学校敷地内や連邦政府施設内、空港敷地内など 連邦法で携帯を禁止されている場所などでは、連邦法違反になる。多くの州では、免許の有無や、携帯の方式に関わらず、飲食店における携帯を禁止している州が多く、多くの店では入り口に、ノーファイロームズ、ノーガンズの表示を掲げている、もしくは施設所有者や係員に、銃器持ち込みを断りと告げられたにもかわらず、退去しない場合は、銃の携帯免許の有無に関わらず、 住居侵入罪が適用される。州の専務占い県ステートプリエンプションをブローカルリストリクションス、州政府が銃の販売数や流通量などをコントロールできるか否か。NF 武器の規制 NF ウェポンズリストリクション、NF でくくられた武器の種類が規制されているか否か。ノーであれば、フルオートウェポンの場合は1986年以前に登録されたものは、 民間人の間で流通、所持が許可されていて、200ドルの税金を納める、指紋イン等の手続きを踏めば購入可能である。それ以降のものは、フェデラルファイヤーアームズライセンス保有者のみが所持できる。サウンドサプレッサーは、最新のものも200ドルの税金を納める、指紋イン等の手続きを踏めば購入可能である。2018年現在は、 約6ヶ月ほどでタックススタンプが送られてくる。ピーサブルジャーニー法、ピーサブルジャーニー牢、直訳すれば平和な旅の法律。在住地とは異なる法律を適用している州に越境して移動する際、弾丸が装填されていた場合などに違法行為となるか否か。アメリカでは国家資格に定められている。音はエニーやザーウェポンを指し、仕込み銃、ペンガン、 ナイフガン等が含まれる。ありがとうございます。